なんかもう本当どこでも撮れますね。なんかもう無限に番組作れるの。60年代中期ビートルズ、あいつらよりもガンガン曲作り早いから。ポール・マッカートニーも裸足で逃げ出すっつって、まあアビロードであいつ裸足ですけどね。横井翔二郎とユージ・レンレ川口のスーパーダイナマイトハウス。ね、でおなじみのおなじみのはい、卒業証書授与ですね。しろーあるぞ。はい、届きましたか。 Sing After Sing ダイヤモンドアンドラスト。 Sing After Sing の話をラジオでするのは2度目な気がしますが、今回はディシデントアグレッサー、あ、もう裏ジャケで感じてる。さ、さ、聞こっかな。早っ。あ、聞くってそういうこと。あ、ここにあのソロミが入ってるのか。俺がなんかわけは、俺が悔しいくらいの値段で見つかって、これ上から開くわけじゃないよね。あ、崩壊系だと思いますよ。あ、いや、え、上から開くのこれって。あ、そうだよね。はい、あ、すげえ、上、助かった。助かりますよ。上から開いていい、うん、崩壊系このまま残しとこう。まあ、そういうのも込みで安かったのかなという。ジャケットなんて直すもんだからねだって最近、あの何、裂けたやつまで直したよ、ボンドで。直る直る、意外と。俺のあの、バディマイルスも直るかなそれさ、もその跡形ないやつでしょ。はい、それは無理だよ破片ぐらい残してくれよ。どうやってもインナースリーブが丸見えって。ああ、いいねああ嬉しい嬉しい。ありがとうございます。これをね、見つけてってなった。だいぶ増えてきたね。そうなると熱いっすね。10度やばいね。ああいいっすね。うわ、熱いね。あ、旧ロゴが並んでおります。やっぱ、いや、熱いな。まあ、私は今これをたしなみ尽くしてる。あ、よかったよかった。ジューダス・プリストはつまり縁のある男だね、横井君。そうですね。いやいや、ありがたい。よかったよかった、うん、メタルか。一枚、あれを探してるんだよな。なんだっけな、メタル聞きたい。あれって何、その何、なんかハリーポッターの名前を呼んではいけないあの人みたいなそんなの、そんなのいるの。あのボルデモートっていう、ほうほう、ラスボスがいるんですけど。名前を呼ぶと負けになるの。まあなんかその、要は不幸を呼ぶからやめとけみたいな。あ、死をもたらすからやめとけみたいな。はいはい、なるほどなるほど。不吉の言葉なんだ。ありがとうございます。はい、よかったです。あれはどうだったの、あのライトハウス。ライトハウス、あー、おー、いい、うん、エピックした。謎のエピックだよね。 P が多いエピックって感じでしたエビビビビビックって感じでしたねネクターみたいな感じじゃない。あ、私そうですね。暑苦しいよね。まあその B 面でなんか一気にひっくり返っちゃうからね。そう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 、はい、あれはどういったその猟犬で作られたんだろうね。いや、でもやっぱなんか稽古始まるとあんまり聞く時間ないですね。それはそうだ。そうなんですよ。そう、じゃあ最近はもんが聞いてない。最近、あ、でもそれこそ昨日あげたマイファニーバレンタインって素晴らしすぎるなって思いました。あ、まあ、あの全然ステレオの再販なんですけど、なんか闇落ちだよね。なんかその1音目から、うん、なんかこう、なんていうんですか、夜の街の匂いがしすぎて。ああ、そうだね。夜エッチって感じ。夜エッチだよね。まあ、うん、そりゃそうだよ。吹き込んでるんだぞあいつらおいおいおいみたいな。楽器がずるいよ。いや、すごいよね。今日はどういうのを聞いていくんだい。スポティファイあるよ。いや、いえ、なんでしょうね。まあその朝ボンバー聞いたのは、ボンバーメタル聞きたいなって思ったから聞いたんですけど、うん、そしたら思ったよりチルでびっくりしちゃったんですけど。じゃあまあそこ出しとく。そうですね。あ、ちなみにね、それね、あのラベルがね、あ、初版ってラベルいっぱいあるんだってなった版でした。へえ。
あの、いっぱい3種類細かく違うんだ。なんかあのほらよくあるじゃないですか、ここが2行になってるとか。そういうのね、まあ、何行でもいいんです。でも年数一緒だったんでいいと思います。あとマトリックスも大丈夫だったんで、うん、まあそのそこが良ければいいだろうと思って見てたあのああそうそう、あのリッチファイナルウェポンではさっきこれはもう先週になってるの、さっきですあのなんだこうマニアックすぎる企画だって話だったけど、はい、やっぱ缶のモンスタームービーをかけた瞬間にあのブロンドニューハーフのジンダさんがこれ初版なんずいっと来て、おお勝利ってなった。初版しか持ってこない宣言はしてたから。ああなるほど。へっ。モンスタームービー初版しか持ってこない宣言してるやつがモンスタームービーがヤバすぎるっていう。そうそうそう。つまりあのあご理解いただいていらっしゃる方なんだ。それはビビるよね。まあビビるよね。ちなみに今日ここ来る時もモンスタームービー聞いてましたね。もうは最果てなんだね君は。よくない？まあアシュラテンプ聞いてた私が言うのもあれですけど、そうでしょうね、もう同じ国でしたね。どっちもどっちだよ。セカンドでした闇の。あいいよね。いいです ね, ね。なんか A 面の軽快さにこう従って裏返したらあんなんだからね。あはいはいはい。でも俺ハマったのはやっぱり You Do Right からだからな。ああただもうこれ友達いろんな人に喋ってるけど、カンは BAB で聞くからね、ファーストはね。1.5 倍聞くと楽しい。You Do Right 2度聞いて1時間ぐらいで。You Do Right あれね、そのちょうどなんかこの前その考えたのやっぱレッド・ゼッペリン、ジミー・ペイジしかりこう技術じゃないけどものすごく存在感がある人っていいよね。いるとバンドっぽくなる、バンドがシェイクされるというか。つまり缶で言うとボーカルってことですか。そう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 、そうですね。マイケル・ナーさんがいるだけでやっぱすごいよね、うんうん、だってなんかこうもう よく分かんないことになってんじゃんあの人が、うんうん、だけど多分なんかこうモチベーターっていうかあの人がいるとこう他の演奏がそこにコントロールされる感じがいいよね。で、まあ、つまりメタリカもってことですか。メタリカはちょっと比率の問題があるから2対2だからななんとも言えない。2対2っていうのはなくなるまでの話をしてる。ええー、全然そのだってロバット・レジュラーはうまいじゃん。ああはい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 、2対2。あなんかあのクリフ・バートンのフィギュア出ますね。えマジでそうなんだちょっとかっこよかったですよどこのメーカーが作るんだろうな。なんかほら一時さ、そう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 、これねラーズのフィギュア出てたでしょちなみにメタリカ全員出てんのよ。ラーズだけが出てるわけじゃないからね。そうか一応ね。そうかそうか、うん、まあまあいいよ、まあ、なんかどうせ OK 出したのラーズだろまあそれはそうだと思うなんか あの感じよりちょっとこう、うん、なんていうんですかカートゥーン味が増してる感じはあります。あそういうやつか。ほんとちょっとだけ、ね、うん、うん、なるほど。なんかかっこよかったですね。クリフ・バートン、クリフ・バートン、あ、クリフ・バートン、この間命日だった、命日誕生日どっちかな、あれ9月のあれなんだけど、誕生日じゃなかったっけ。誕生日か。もう大体あの俺ラーズのインスタで知るんですけどなるほどね。あいつ律儀に毎年ちゃんとさ、いやさすがだよね、うん、お前のことを考えてる兄弟みたいな文章とともにあげてましたね、昔の写真を。なるほどなるほど。あるじゃん体調管理、肝臓とかね。そう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 。最近ね私はねあのそんなにがむしゃらに飲んでないですよ。がむしゃらにいやっていうのは ご存知の通り酒なくてもいいので別に、うんうん、あただなんかこうあの食い意地張ってっからこんなにうまいもん食うなら飲みてえなと思っちゃうわけ。はいはいはい。で酒とご飯が一緒にあるのが嬉しいんですもんね。そうだからいやそんなことねえかもと思って、うんうん、水で食ってみたらめっちゃうまかった最高とか言ってそうだからそうあの食い意地を張るのをやめたから。あーへえ。じゃあ今日は飲まないとまあ横にいるからね、翔士郎君いるってことはまあ飲んでもいいかなっていうそうだから本当不思議なもんですよ。不思議な。そうだから飲まなくてもいいよ。ただなんで、あ、今思ったんだけど、
なんでこう、ああ飲んじゃおうかなと思うから、そうだよね。ね、そうですね。だって俺飲まないんだよ。あ、それはね、いい。ああ別に。そこじゃないんだ。だってその何、酔っ払わせたいみたいな話？いや、そのなんかこう飲まない、あるじゃないですか。飲まない、普段飲むけど、普段飲む人が、例えば俺みたいな飲まないやつと、例えばご飯行った時とかは、うん、あ、いや、いいよ、俺お酒いいよってなる。へぇ感じ。そう、ゆうさん全くないから。全くない、わかんないですよ。この6、7年間、一回もないから、うん、いや、いいんだけど、それで。そうそう。そっちの方が俺は助かるんですけど。全然。その、やっぱバンドの周りの人で飲まない人も割といるから。うんね、確かに。だからこう、選択を、の一つでしかない。ゆえに、その、思ったこともない。うん。まあ、だから、そう思うなら、その世の中的にね、うん、そう思うなら分かるんだけど、ああ。そう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 。飲んじゃっかなーってなってるのが、どういうことなんだろう。どういうことなんだろうね。確かに。これね、なんか、分かんない。本当に分かんない。でも、まあ、好きなんじゃない？味がね。うん。でもさ、なんかその、コーラ飲みてーとは違う感覚な気がするんだよな。のなんかあの習慣みたいな感じ、フォースオブハビットか、エクソダスの、エクソダスの話か、5枚目じゃない？それね、習慣なの。フォースオブハビットって、そうそうそう、習慣の力。あ、そうなんだ。なんかね、たまに早い曲あるんだよな、変なタイトルだな。2曲ぐらい、あの90年代のこうね、スラッシュメタルが崩壊してる時のアルバムだから。ああ、なるほど。やっぱタイトルもこう乱れてくる。乱れてるよね。意味不明だもんだって。そうそうそう、習慣の力。そうそうそう、だから分かんないんだよね。いやでも好きでいいんじゃないですか、普通に。だってあんなに苦いよく分かんない、なんか麦で作られたアルコホールとかなんかよく分かんないよね。苦えなみたいな。でもうまいんでしょ。うまい。やっぱ真実はいつも一つですよ。早いかっこいいみたいなもんか。そう、だからうまいから飲むで、それだけですよ。もう不思議だよね。ウイスキーなんて美味しくないよな。俺は美味しくないと思うけど。うまいんだよね。でもなんか分かるけどね。その俺もほらビール一口目うまいは分かるからさ、はいはいはい、あれが続いてんだったらうまいんじゃない、それで。ずっと飽きてないの、クリムゾンと同じ。あ、そうそう、あ、クリムゾン、今日ね、イスランドなんじゃないの？イスランドだけだと思った。他の薄番赤じゃん。赤、え、赤ちゃんのアメリカ産の赤ちゃん持ってるの？はい、カット版で。おいおい、てっ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 てて。うちにある だとか3台セットじゃん。そう、なんでお前それ持ってんねん。ああ、クリムゾン US 版3台セット。ああ、だってほとんど捨てる。これを勧めるんだよ、人に。はい、これだよって。ああ、はいはい、ね、はい、これが RED っつって。はい、 RED。 ああ、ありがとうございます。あるんで、あ、なんとなく思いつきなんですけど。ありだよね。で、今日レッド聞きたいなと思ったんですよ。CD で聞いてもあまり変わらないとして有名な。だがスターレスで黙るしかない。あのレッドですか。はい、聞きましょう。レッドは聞きたくて。わ。で、まあこの間アイランズの US ができなかったじゃないですか。うん、俺の人生唯一の過ち。そうだな。はい。あの日アイランズを持ってこなかったのは。あれ以上の失態を犯した人間を今まで見たことがない。見たことがないでしょ。ない、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 ない。そうです。馬車で引きずられてもしょうがない。甲州街道を山梨から、新宿まで馬車で引きずられてもしょうがない。しょうがないね。それは、え、そんな残酷なっつって、その記事を見て、まあ。で、今日の晩飯の話なんだけど。そうそうそう。もう、みんなが納得して終わる。それもあってアイランズは持ってきて、その時に、ああ、じゃあせっかくだし US 版持ってくかと思って。 UK 版はほらあるし、 US 版じゃん。そういうさ、ことをされた時の返し文句が、あ、 DJ 使った時の版そのままだから、うん、そっから選んでくれてもいいか。ああ、流したら良いだろう。でね、結構面白いことやったよ。うん、そのテンポを合わせて一緒に流したりとか、はいはいはい、ハウスの四つ打ち
四つ打ちのハウスの曲を低音だけ出してあの別の曲に合わせるとか。合体したままそのまま流す。そうそうそう。でだからテンポずれるから、うんうん、調整しながらやっていくわけ。上げたり下げたり。だって片方はさ、70年代の生演奏だから、まあ、めちゃくちゃずれるじゃん。振れ幅あれっすよね。ブラックサバスかなんかと合わせて、こうチェイスさせる。へえ。面白かったよ。だし、でもできるんだね。すげえな。なんかそのアナログ触ってっからさ。あ、なるほどなるほど。そうそう。その分かるじゃん、まあ。扱い方っていうか。そうですね。うちにマジで2台あったら問題があるね。だからない方がいいんだ。あのね、なんかよくっていうかよく話してたじゃないですか、うん、2台あったら無敵じゃねえかみたいな、遊び放題じゃねえかって、つまりやめた方がいいんですよ。そうだよな、はい、だそのつまりはあの感覚をデジタルに起こせばその世の中の DJ になるんだなと思って。ああ、ほう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 。しかも最近の DJ ってもっとすごくて、例えばこうまあつまりそのこっから押してもう一回押すとそれがループになるっていう。ああ、はいはいはい。だからもう何でもループできちゃうから、うん、つなげるのとか割と簡単なのよ。まあ簡単でやってないからそんなこと言えないよ。だテンポを調整してその回転場所を見つけてそのループを生かしといて、あ、キープさせて別の曲にずらすとかやろう。だから、あ、こういうことをデジタルでやってんだなと。それをこうアナログで撮ってたからなんかなんだろう、何こう縫い職人みたいな感じだよね。2023年にやっぱ面白かったよ。経験にはなって。それも見てみたいな。あれは見てほしかったね。なんかその箱行っていらっしゃるじゃないですか、 DJ の方って、うん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 、やっぱりそういえばじっくり聞いたことないなって思ってて、なんかいいかもですね、 DJ イベントみたいな。それ、まあ、できれば好きな音楽たちがいいけど、うん、そういうのを聞きに行くのもいいかもしれないな、バンドだけじゃなくて。 DJ が面白いのってそのどこの方向を向いててもいいからね、うんうん、ステージ見てそのやってる人見てなくていいから、うんうんうん、そこにこう BGM ではなくあくまで DJ がセレクトしたこう音とつなぎ、うん、が生じてる。だからある意味違和感がなければないほどすごい。そのまあその中で知ってる曲とかあったら面白いんだと思うけど、うんうん、こう実は曲がずっと入れ替わっているっていう前提のもとで違和感が全くないこう BGM が続いているという、ね、しかもそれが人のセレクトで発生してるから、まああれか、そのまあうちだったりユージさん家でやるこうアナログ旅を大体するじゃないですか、うん、まあしない日ないんですけど、うん、もう大雑把に言えば DJ か。そうよ、ディスクジョッキーなんだ。そっか、そう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 。あ、だから俺できる瞬間あるんだ。あ、そうそうそう、その流れを見るでしょ、うん、だしそのアナログ聞いてっからその長尺でどうすればいいかが分かるじゃん。はい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 。そのセンスは磨かれているはず。あ、なるほどね。そうそうそう。だから俺もできるのよ。割と評判はいいからね。そうかそうか。なるほど。そうそうそう。要は、その、このシーンにどの BGM つけますって話じゃん。で、俺はパラダイスシティを選んだ。そうそうそう。完全だったよね。ああ、完全完全と思った。ああ、よかったですね。エピック、オーエピック。